はい、皆さんこんにちは、しんです。いつも動画見ていただきましてありがとうございます。今日は、ドリップ、こちらの、フロアパックを、購入しましたので紹介してみたいと思います。はい、こちらが、ドリップの新商品となっております。2階建ての、フロアパック、こちら、今日届いたばかりとなっております。こちらの上の部分の、便利ポケット、まあ、ちっちゃいポケットなので、まあ小物など、まあ、必要なものを、まあ、こちらに入れておけるスペースが、できております。本当これ便利だと思います。そしてこちらのサイドポケット、まあ、左右にありますので、まあ、ここに入る小物ですね、まあ、名刺入れなど、まあ、カードケースなど入れておくととても便利だと思います。そして、ドリップのこだわり、まあ、熟成レザーを、今回はたくさん、使用しております。この持ち手のとこも熟成レザーでいいです。でチャックの、ところも、そして、こちらの背面のリュックのところも熟成レザーとなっております。そして2階のこちらカバンの中は網目の小物入れが2つあります。そしてその後ろには MacBook 16インチも収納可能となっております。で左右の奥の方にも、ペットボトルや折りたたみ傘が入るポケットもあります。そして1階もこちら広く収納が可能となっております。まあ、出張時に、まあ、服など、まあ、こちら入ると思います。そして、こちら左右にも、まあ、収納のポケットが2つ、作ってあるので、こちらもとても便利です。そしてこの部分、こちらの部分を外せば、リュックの中身が一体型となって、かなり広く使えるようになっております。はい、まあまた明日からね、まあ、使っていきたいと思っております。まあ紹介動画、まあ簡単ですが以上となります。では皆さん、また次回の動画でお会いしましょう。ではバイバーイ。